ジット・クリッシュ・ナムルティは、インド生まれの宗教的鉄人、精神教師、教育者、神秘化、妖技、精神世界の著作家。すべての物事が、時間的にも、空間的にも互いの条件付けによって成り立つと、考え、人は、組織、心情、競技、聖職者、儀式等によって真理に到達することはできず、ただ自己認識によってのみ真理を乱すことができると、 といた。あらゆる伝統を否定したが、彼が語る真理の発見と体験は、インド思想に立脚していると考えられており、インド哲学、ヒンドゥー教のアドバイタベイダーンタ、仏教との共通点が指摘されている。インドだけでなく、欧米でも幅広い支持を得た。クリシュナムルティは1895年5月12日、南インドのマドラス近郊に位置するマダナパルという小さな町で、 バラモンの家系に生まれた。父はジッドゥナラニア、母はサンジーバンまである。第八子であったため、インドの習慣に従い、クリシュナにあやかって、クリシュナムルティと名付けられた。出生時の先生術では、多くの困難に出会うが偉大な教師になると、判じられたという。ナラニアは、大英帝国統治下の税務に関する公務員で多忙であり、 母が子供たちの世話を主に担った。母は、親人深く優しい人物で、霊媒であったと考えられており、ビジョンを見、人間のオーラを見ることができ、亡くなったクリシュナムルティの姉をしばしば見たと言われる。クリシュナムルティは、母の素質を受け継ぎ、彼自身も姉を見たとされる。11人の兄弟がいたが、生き延びたのは6名で、クリシュナムルティ自身が後に言及しているのは、 弟のニトヤナンダだけである。バラモンの伝統的な家庭で、礼拝堂には、インドの神々と共に、新知学協会のアニーベサントの写真が飾られ、母に、ベサントや行やリンネについての話を聞き、また、インドの聖典を読んでもらった。クリッシュナムルティは、父の仕事の関係で何度も転校して育った。ニトヤナンダは、非常に聡明だったが、クリッシュナムルティはそうではなく、 しかも病気で一年遅れていたので、学校は楽しいものではなく、勉強に興味を持てなかった。そのため教師には、私的に遅れていると思われていた。しかし機械には、強い興味を持っていたという。父ならにあは百8 8 1年に、新地学協会に入り、公務員退職後は、新地学協会に再就職し、アディアールの本部のそばに住んだ。 母サンジー・バンマは、彼が10歳だった1905年に死去したが、彼という人物に、母の影響は大きかった。クリシュナムルティとレッドビーター父親は、新地学協会で事務職をしており、家は貧しかった。14歳の頃、新地学協会の幹部チャールズ・ W ・レッドビーターが、クリシュナムルティを見出した。レッドビーターが霊視で薄い汚れた少年だった。 クリシュナムルティの神々しいオーラに気づいたとされ、彼の中にはキリストと同じ例が宿っていると考え、父の同意を得てクリシュナムルティと弟のニトヤナンナを同教会に引き取った。ヨーロッパの神知学教会に連れて行かれ、クリシュナムルティはロードマイトレイヤと呼ばれる世界教師の乗り物となるべく、レッドビーターの下で英才教育を受けた。 この訓練と教育は、インド的なものを廃し、イギリス紳士を目指すというもので、言葉は英語のみで、母語だった、テルグ語もベーダの言葉も忘れていった。レッドビーターはクリシュナムルティに住み着いていると考えた、例に、アリュキオネと名付け、その人物の以前の人生を霊視したとして、紀元前4万年には、アニーベサントとレッドビーターは、夫婦で、アリュキオネは彼らの子供だった、ロードマイトレイヤに仕える。 放射集団という不滅の霊の集団がいるといった話を解放で連載し、教会内で広く読まれた。レッドビーターがクリシュナムルティに夢中になるほどアリュキオネの過去性の話は昔に遡っていったが、彼の弟子がこれが霊視ではなく創作である証拠を見つけ、新知学出版社を説得して、本の出版を中止させた。クリシュナムルティは霊能力で、 新地学の霊的指導者マハトママスターのクート風味と交信できたと言われ、クルシュナムルティのアストラル隊は体を離れ、毎晩レッドビーターとヒマラヤ山中のクート風味から指導を受けたという。この交信は、レッドビーターの指導のもと、1910年に大師のみ足のもとにとしてまとめられ、多くの言語に翻訳され、クリシュナムルティへの関心を高めた。 1909年にクリシュナムルティは、新知学協会の会長であったアニーベサントと会い、彼女はクリシュナムルティとニトヤナンダの貢献人になった。ベサントが長く自分の子供と離れていたこと、クリシュナムルティが母を亡くしていたこともあり、クリシュナムルティとベサントはこの時代には、母子のような、親しい関係を築き、後に、競技場、政治に関して意見が分かれても、 ベサントが死ぬまで二人の愛情に変わりはなかった。レッドビータに発見されて5ヶ月後の1910年に新地学協会の心霊的な体験である第一秘伝を受けたとされる。レッドビータはインド人の少年を見出して教育を与えていたが判断を間違えないためと称して観察している少年と肛門成功をすること好んでおり、 何かと悪評が絶えなかったため、クリシュナムルティの父ナラニアは、息子たちが彼のそばにいることを不安に思って、ベサントに不要券を渡したことを後悔した。ナラニアはベサントに訴えたが彼女は無視し、兄弟を少数の選ばれた少年たちとだけ過ごすようにし、レッドビー,イーターやジョージアルンデイルらに教育させた。生活のあらゆる面を細かく管理し、栄養価の高いイギリス料理を、 素晴らしいと信じて兄弟に食べさせたが、くどい料理を食べ慣れていない兄弟に会わず、消化不良を起こし、長年二人を苦しめることになった。レッドビーターの望みで、新知学関係者がクリシュナムルティに過剰な敬意を示し、遊ぶ少年たちが選ばれ、彼が集会に現れると全員起立し、再敬礼するなど、組織的に特別に扱われていた。デサントがクリシュナムルティに使える。 選ばれたメンバーからなる黄色いショール団、そこからさらに選別された紫の教団を作ったが、彼らの黄色いショールや紫のリボンといった特別さの演出は失笑を買っていた。ニトヤナンダ、ベサント、クリシュナムルティ1920年代早期のクリシュナムルティ1911年にベサントはクリシュナムルティとニトヤナンダを連れてと A した。これには、 父の許可が必要だったため、ナラニアは、レッドビーターの悪影響から息子たちを守ろうと、彼と引き離しておくことを条件に都営を許可した。ベサントがクリシュナムルティを世界教師の器に選んだ、ことには批判も多かったが、彼女の確信は揺らがなかった。ベサントは、黄色いショール団、紫の教団を支える団体として、16歳のクリシュナムルティを長とする、 東方の保守教団を設立したが、ドイツ新知学協会のルドルフ・シュタイナーなど反発して協会を離れる人もいた。帰国すると、ノボール太陽の教団の会合で、クリシュナムルティの元体制の人が神秘体験のようなものを経験する事件があった。ベサントは世界中が同胞であるとみなしていたが、あくまでその中心はイギリスのロンドンだと考えるような保守主義者であり、 不思議なことに未来の旧姓主にオックスフォード大学かケンブリッジ大学を卒業してほしいと考えていた。1912年にベサントはオックスフォード大学入学準備のために再び兄弟を連れてと英した。父のアラニアは昇る太陽の教団での騒動を見て、さらにレッドビー,イーターが息子たちの近くにいる証拠をつかみ、神知学教会を 白人の文化をしつけと考える過激なヒンドゥー主義者の後押しを受け、養育圏を取り戻すために、子供を神の化身に仕立てたこと、同性愛の対象にしたことの責任問題を等で、訴訟した。ベサントは養育圏を取り上げたことを特に悪いと思っておらず、大義は自分にあると信じており、資金も潤沢で法律の知識もあったため、父親は敗訴した。クリッシュナムルティは、 国や家族との絆を失い、義務をなくして自由になると同時に、深く苦しむことになった。エミリール・ルティエンスラ教会関係者の女性たち、強い意志と資金力を持つ、独身女性たちが熱心に彼に仕え、西洋式教育を施した。クリシュナムルティの面倒を見、時に奪い合う彼女たちは、母親代わりでもあったが、彼にとって、負担でもあった。クリシュナムルティはイタリアで、 レッドビータから第二秘伝を受けた。デサントはインドに戻り、二人は1922年までヨーロッパで過ごした。学校でいじめにあったため、家庭教師の下で学び、1914年に第一次世界大戦が始まった。インド人部隊が大英帝国の下で戦っていたが、イギリス人のインド人への偏見は強く、疎外感に苛まれながら寂しい生活を送った。 受験勉強を続けたが、どこにも合格せず、戦後は、パリで勉強を続けた。ヨーロッパでは、新地学の霊的マスターたちとの交流もなく、新地学への興味も失っていった。左から、近代新地学のソヘレナ・ピー・ブラバツキー、新地学協会4代目会長シージナラー・チャ・ダーサ、2代目会長、ベサント、レッドビーター、クリシュナ・ムルティ、 初代会長ヘンリー・スティール・オールコット1921年にインドに戻り、家族や友人に再会し、霊的マスターたちとの交流も再会した。1922年にアメリカのカリフォルニアのオジャイに移り、家族が新地学協会に関わっていた19歳のロザリンド・ウィリアムズと出会った。ロザリンドは結核を患っていたニトヤ・ナンダの看護を頼まれ、親しく過ごした。 クリッシュナムルティはここで瞑想修行を行い、1922年に重要な神秘体験、宗教体験が始まった。すべてのものが自分であるという体験、ブッダやマイトレイや、空と風味を見る体験をし、この前後には激痛を伴う肉体的な現象があり、後にザ・プロセスと呼ばれた。発作のような一種の桜状態が収まると、生の泉の源泉に触れ、 深い慈愛に包まれ、悲しみや苦しみは消え、歓喜と永遠の美の泉を飲み干す心地であったという。ロザリンドはザ・プロセスに立ち会い、その様子を書き残している。クリッシュ・ナムルティは幾度も亡き母の姿を見、ロザリンドに母のイメージを重ねて、彼女に母にするように話しかけることもあった。ニトヤ・ナンダ・ガベ・サントに送った手紙の内容からは、ブッダやマイトレイヤの幻を除けば、 この体験は、クンダリニーの覚醒の古典的な表現であるという見解もある。3年で胃腸を収まったが、その後も断続的に続いた。プロセスは、錯乱状態の後に必ず目覚めがあるというものであった。ニトヤナンダの健康は回復せず、クリシュナムルティは苦楽を共にし、深い絆で結ばれた弟の回復を、霊的マスターたちに願い。 良くなると言われたと感じ、安堵した。しかし、アルンデールが、マスターが、弟の全開を保証したと伝えた直後に、1925年に27歳で死去した。クリシュナムルティは、今となっては、自分と子供時代をつなぐ唯一で、忌憚なく話せるただ一人を失い、その孤独は、決定的なものになった。小林和正は、クリシュナムルティは、 悲しみの中で現実に直面し、立ち直った時には、彼の思想は変わっていたと述べている。ピーター・ワシントンは、弟の死でアルンデールに対する不信感と、マスターは、新知学で言われているようなものではないという疑念を強くしたが、この世に、霊的な力があり自分は選ばれているという確信が、揺らぐことはなく、自身の宿命に対する確信を強め、 神知学と距離を取ることを加速させたと述べている。1925から29年に彼の教えはメシアを待望する信者たちの考えにことを唱えるようなものになり、1927年中頃には現在知られるクリッシュナムルティの思想が形作られた。弟の死以降、マスターたちを実体ある存在として語ることはなくなり、神知学教会の権威も、教義も、 卑怯的な方法も認めず、自由を求め、自由について語るようになっていた。この時期に達した境地を、彼自身は、解放、融合と表現している。解放の結果として、融合がもたらされ、条件付けからの解放、伝統の否定が解かれるようになった。クリシュナムルティは崇拝者に囲まれたが、その状態を喜んでいなかった。彼は、真理は、 権威者を必要とするものではなく、まして集団に属するものではあり得ないと考えていた。1919年からの10年間、新地学協会はスキャンダルがありながらも、サマーキャンプとクリシュナムルティの魅力によって、小型の国際連盟のようなものとして、若者の人気を集めた。1925年にクリシュナムルティは、ベサントのもとに人をやって、 スタイルマ本人は家の前に停めた車の中で待っていた首都やレ門モン通貨といった新地学協会のやり方を受け入れないと伝え、これを聞いたべさんとは急激に衰えていったという。オランダに招待された1929年8月2日34歳で、あなた方は他の会を作って誰か他の人を選んでください。その会には私は関係しないし、新しい会を作ろうとも思いません。 私の関係するのは、絶対的に人を解放することであり、無条件に自由にすることでありますと言って、3000人、あまりの団員がいた、東方の保守教団を解散した。この檻の、真理はそこへ至る、道のない土地であるというフレーズがよく知られている。世界教師の宣言から、教団の解散まで、わずか4年のことだった。宗教学者の斉藤昭と氏は、彼は、 永遠なる目的イコール永遠なる幸福を得るという信念を持って自分自身を解放する爆弾発言をしたが、これは彼が少年時代から新地学協会で育てられ、束縛され、ある意味で利用されてきたことへの反対であり、束縛は事故を見失わせ、事故を見失えば目的への道を乱すことができないからであると解説している。 東方の保守教団を解散したクリシュナムルティは1930年に新地学協会を離れた。1931年にクリシュナは少年時代、青年時代の記憶、特に新地学協会入会に関する記憶を失っていることに気づいた。1987年のインドの切手ベサントはうろたえながらもクリシュナムルティを個人的に愛し続け、 心霊的な面で尊敬を向けていた。ベサントは自身とクリシナムルッティのために高額の報酬を伴う公園旅行を手配し、二人はアメリカ・ヨーロッパを飛び回り、学校建設などに資金を出せる裕福な崇拝者たちを魅了した。公園は大きな反響を呼び、彼は以前にも増す名声を轟かせた。もともと宗教的指導者であった人物が宗教の組織を 真っ向から否定し、宗教から、そして神からも自由であれというのはインパクトが大きかった。クリシュナムルティの著作による収入は莫大なものになり、彼は大実業家になりつつあった。最も親しい友で、新地学のライバルだったデーラージャゴパルが、資金面の処理、細々した公園旅行の手配、出版事業の面倒を見た。クリシュナムルティとラージャゴパルを役員に、 クリシュナムルティ著作有限会社という信託会社が作られ、クリシュナムルティの支払いは個々か講演者が行っていた。クリシュナムルティ著作権有限会社は何百万ドル、あるいは何千万ドルもの巨額の寄付金を集めた。彼は厳密には個人資産をほとんど持っていなかったが、障害有名人や金持ちと交際し、華やかで贅沢な生活を送った。 クリシュナムルティ自身は、富に囲まれた生活が必ずしも豊かなわけでなく、贅沢な生活をしなくても構わないと述べていた。クリシュナムルティの思想は、ニューエージャーたちからニューエイジの思想と合致していると受け取られ、人気と崇拝を集めた。ニューエイジに共感している物理学者、生物学者、心理学者たちとも対話を重ねた。学問の各分野は、 人工的に領域が設定されているが、実際は繋がり合った全体であるという立場から、科学との関係を深め、ニューサイエンスの機種デビッド・ボームと何度も対談した。とはいえ、クリシュナムルキは、愛こそ全てと主張する、要干渉的なニューエイジの感性を嫌っており、同じく、ニューエイジで人気だった、インド人同士、マハリシ・マヘイシュ・ヨーギーとも距離を置いていた。 1930年代から40年代まで彼を実務面で大いに支えたティ・ラージャゴパルとその妻ロザリンド・ラージャゴパル二人の娘・ラーダと家族のように暮らした多忙なラージャゴパルに代わりラーダに父のように親しく接し第二の父であったクリシュナムルティはインド、イギリス、アメリカで彼の哲学を実践する学校を作る事業に関わったロザリンド アニーベさんとオルダス・ハクスリーと共にカリフォルニアにハッピーバレースクールという私立学校を設立する事業にも加わりロザリンドは1日18時間も働いて学校を運営したクリシュナムルティは関わった学校で公的な役割を担うことは拒み定期的に訪問しては学生や教師たちと話したクリシュナムルティはその使命のために 女性と関係を持たず結婚もしないだろうと周囲に期待されていた。後に代理娘のラーダは、クリッシュナムルティは37歳の頃からロザリンドと不倫関係にあり、ラージャゴパルが真相を知ったのは30年後だったと告発した。ラーダによると、クリッシュナムルティが若く美しい未亡人ナンディーニメータと出会い、二人が愛人関係にあると考えたロザリンドは、 それまでの不倫関係を夫に打ち明けたという。三人の関係の真偽は確認できないが、彼らの愛憎と仕事関係は、もつれ、破綻していった。公式電気作家のメアリー・ルティエンスは、ラージャ・ゴパル一家はクリシュナムルティを必要としていたが、彼が別離を決意するほどいじめていたと主張した。ピーター・ワシントンは、ラージャ・ゴパル夫妻はクリシュナムルティがいなくとも金銭面で、豊かであり、 性格的にこうした関係を許容するほど無邪気にも愚かにも見えず、ラーダの言うような関係が30年も続いたとは考えにくい。3人は単純な三角関係ではなく、過去から続く複雑な思いと仕事、思想が絡み合っていたと述べている。ラージャ・ゴパル夫妻は1961年に離婚した。新地学協会から独立して、以後56年間にわたって執筆。 講和を続けた。組織と権威を否定したが、多くの人々を引きつけ、絶対的自由を達成した超人的宗教化と考えられることもあるなど、ある意味で権威となり、組織を作り、支持者たちの支えによって独立した霊的指導者として生きた。クリシュナムルティは、ラージャゴパルが取り仕切っていた、クリシュナムルティ著作有限会社と1968年に決別し、 仕事の管理体制を整え、クリシュナムルティ財団が作られた。クリシュナムルティ著作権有限会社とクリシュナムルティ財団は資産に関して争い、1974年に決着したが、その後も国訴と反訴が20年続いた。クリシュナムルティ財団は、彼の死後も著作の管理などを行い、思想の普及を目指している。晩年の20年は、 ラージャ・ゴパルト・ロザリンドとのさかいも落ち着き、1945年から亡くなるまで精神教師として世界中を精力的に飛び回った。クリシュナムルティと敵対したアルンデールも亡くなり、新地学協会も世代交代し、クリシュナムルティは教会と和解した。ずっとアディアールへの訪問は続けていたが、47年ぶりに新地学協会本部に足を踏み入れた。この頃には、 教会の勢力も衰え、家族的なものになっていた。クリッシュナムルティは、教会の名誉会員になり、彼の書物が新地学教会で再び配られるようになった。ニューヨーク財界の娘だったメアリー・ジンバリストは、映画プロデューサーの夫が亡くなり未亡人になった後、クリッシュナムルティと誰よりも親しく接し行動を共にした。 1970年、75歳のクリシュナムルティは、ジンバリストに向かって、他の場所より多く語ったインドでさえ、自分の話を聞いて変化した人はおらず、人々は、自分の教えを十分に活用していないし、真剣になっていない、目覚めた者は一人もいないと述べていた。クリシュナムルティの最後については、メアリー・ルティエンスの電気、クリシュナムルティ開かれた扉によると、1985年の、 クレより発熱、体重減少などの体調不良が続き、なかなか原因が判明しなかった。翌1986年1月23日の精密検査の結果、末期の水臓がんが発見され、死期が迫っていることが明らかになった。クリシュナムルテ学校や出版の死後の体制等、死ぬまでに整理しておくべき問題に対処し、 1986年2月17日にカリフォルニアで死去した。クリッシュナムルティは絶対主義者、一元論者、関連主義者、個人主義者、無心論者である。理論的偶像破壊者であり、伝統、ケ権威、宗教、過去の教祖、聖人、鉄人、及びその教え、教団、古典、内面的な信象、神関連などのあらゆるイメージ。 目覚めに至る道としてのヨガや瞑想も拒否し、あらゆる宗教、哲学思想からの解放を目指した。彼は、永遠なる目的イコール、永遠の幸福への道の第一の前提として、自分自身の解放を行っており、周囲の期待を裏切ってでもそれを行った勇気が、彼の信念だった。彼は、永遠なる目的ということは、人生の複雑さから、 自分自身を解き放とうと望む人にとっては、最も重要なものである。その目的は、自身の経験、悲嘆苦痛、理解から生まれてくるものであって、自身の経験以外のものでもなく、自身の経験以外の原因でもないと述べている。真理を乱すためには、個人的な感情と経験が最も重要であると、考え、永遠の目的に達するには、権威に頼らず、 何も恐れずに自身を導き、自分で理解しなければなければならないと考えた。彼は、人は全く独力で、個人の努力で真理にたどり着けると考え、言葉の中に偶像を認めず、伝統や権威を激しく攻撃し、天の観念にすら反発し、いかなる信仰も歴史ある伝統も道徳も、命を縛ってしまうとして否定した。クリシュナムルティは、真理の実現、 生命の実現は自身の力を通してのみ達せられるといって何らかの道や教師の教えによって達するものではないことを強調した。これは真理の達成は自外意識によるという意味ではなく実在は自外意識を超えており自外意識は真理を実現する方法に過ぎないということである。人間は対立のただ中にあり対立するものは無知であり無明である。一方、 命は、対立、二元論を超えたものであり、自身の中にある完全な生命に向かって努力する、ことで、幻想、自我意識は消滅していき、分断、分離している生が全体となることができるという。永遠なる目的を確固として持ち、悲しみや経験を活かしていくと、もはや何も存在せず、真理と合一することができるとした。無知の中に創造された不完全な存在である。 私が二元論を超えた完全で純粋な生命を自身の力、自身の理解によって実現するという理論には大きな飛躍がある。しかし彼はこの真理の発見は知的理論を超えたもの。私は本能を印しか示し得ない。真理の発見において頼みになるものは自分だけであり、最愛のものである自分がすべてに通じるとして哲学的に証明しかたることはなかった。 それが身をもって体現するしかないものであったとしても、その体現についての説明もしなかった。彼は無心論者で、個人主義者であり、伝統や他の権威によらない、自身の感情と経験を通しての理解によって、絶対的、永遠なる真理に至るとした。クリッシュマムルティは、人間が単なる環境の産物だともしないが、何か神聖なもの、永遠なものであるとも考えなかった。 しかし、ある条件下において、最高実在が有限になり我と一致するとした。実在は、意識や自我意識を超えたものであり、唯一の最高実在は真理であり、生命であると考えた。その発見は、経験であり、効率であり、真の幸福であるとした。人がもし一度、永遠なる目的を確立すれば、それは幸福であり、自由なものであるが、 人生が純粋になり、もはや混乱もなく、時間の混乱もない。重力時間を超えたとき、あなたは自由になる。重力人生を自由にすると、幸福が見出される。幸福が唯一の目的であり、たった一つの絶対的真理であるという。玉木幸四郎によると、クリシュナムルティの根本立場は、ありのままを経験し、経験したままを観察する。それによって、 本能的かつ自然的に分断されている人間の根本見解を全体の世界に吹きせしめようすることである。それがすなわちすべての過去に死して、ただ現在のみに生きることであり、真の創造であるというものであった。その教えは権威を認める正統派ヒンドゥー教とは異なっており、インド人哲学者、研究者の PT ラージは彼の理論は明らかではなく、 本当の意義を理解することはできないし、定流に何があるのかわからない。また、彼の説を図式化することもできないと前置きした上で、最も組織的に反伝統主義の哲学を発展させたインド現代、思想家、おそらく現代インドでたった一人の反伝統主義者として評価している。仏教学者の玉木光四郎は、彼は人間が真に生きていく根源の世界に目覚めようとし、 ついに遂行し、いかなる妥協をも廃止、すべての伝統を否定し、ほとんど意のままにその世界を実現することができたと思われると絶賛した。玉木幸四郎は、彼はありのままを経験し、経験したものを観察せよと強調するのみだが、下脱が、そのように甘いものではないことは彼自身の人生経験が示している通りであると指摘し、なぜ彼はそこに注目しなかったのか。これは、 人事ではないと述べている。玉木光四郎は著作からは彼の思想の背景にある根元体験が確証的であること、能動的に生きている命の様が実感を持って伝わってくるが、思想自体は極めて単純で確一的な印象も与えると評した。クリッシュナムルティは死の恐怖は観察する死体と観察される死が分裂しているためで、そのような死の恐怖は 無関でしかないと語っていた。玉木幸四郎は、70代、80代のクリシュナムルティの友人や自身が死の危険にある時の発言は、世俗的であり、死へのこだわり方は、常人と変はないと指摘し、人に説いていた死の見解と彼自身の死に対する、実際の態度には大きな隔たりがあると評した。斎藤明冬氏は、彼の思想において、真理の発見は、 最終的には、飛躍的な体験ということになり、完全に新しい思想ということはできないが、徹底的に権威に反抗した思想様式に意義を認めることができると述べている。玉木幸四郎は、彼の思想は、生活から滲み出た拒否の観念から来るものであるとしている。斉藤昭冬氏によると、彼の徹底して反抗的な思想は、インド思想の政党から外れているが、 真理の発見と体験は完全にインド思想に立脚している。彼の教えは道半ばで仏陀にあったら仏陀を殺せ、聖人にあったら聖人を殺せ、これが救済に達する唯一の道であると説く日本の善に似ていると言われる。すべての物事が時間的にも空間的にも互いの条件付けによって成り立つと説いた彼の思想は 仏教の演技説と同様であり、画集を問題とし、あるが、ままの観察による画集からの解放を解き、伝統を否定するという点でも、仏教とスタンスを同じくしている。ピーター・ワシントンは、精神的な寄り所を、事故の内部に探すクリシュナムルティの思想は、古代インドのアドバイタ・ベーダーアンタにも見られるもので、深い探求の果てに、先祖の苦行者たちの禁欲的な方法に、 回帰していたのだろうと表している。宗教社会学者の伊藤正幸は、思考、自我との一体化を離れること、気づきの重要性を繰り返しといたエックハルトトールの、系譜として、クリシュナムルティアラマナマハルシは理解できると表している。マイケル・クローネンによる、キッチン日記によれば、クリシュナムルティはできれば、有機栽培の野菜を使った菜食であり、死亡、油 乳製品をできるだけ避け、生成小麦粉、砂糖、加工品も用いなかったし、唐辛子や生姜のような香辛料も使わなかった。クリシュナムルティとは誰だったのかでは、飲酒、薬物、タバコの経験はなく、30年以上も紅茶やコーヒーも飲まなかった。日本での紹介は、1925年の今、竹平による翻訳、荒川道がある。 クリシュナムルティが1910年13歳にして表した書である。序文では欲道と無欲道とを例えて、欲道では宗教、宗派に分かれてしまうが、無欲道ではそうした別なく、人類共通の教えでなくてはならないと、コンタイラは語った。これの新しい翻訳は、大師のみ足のもとにであり、役者序文では1974年が初版。 国付けも合わせて、三浦肝臓の長女である、田中恵美子は、三浦の創設した、竜王会を引き継ぎ、インドの新地学協会から、日本独自の許可を得て、会長となった人物で、三浦の翻訳した、沈黙の声との三部作として田中が翻訳した。クリシュナムルティアマハリシマヘイ主要ラジニー氏は、インド人であり、東洋思想なのだが、欧米を経由して、 日本に輸入されたため、日本の書店では、東洋思想や新宗教の棚ではなく、欧米の強的な宗教文化やホリスティックな世界観の書籍等が置かれる、精神世界の棚に分類されている。主な出版元であるメルクマールは、ニューエイジ、神秘学、ネイティブアメリカン、アート関係などを扱う、精神世界の出版社、平川出版社は、密教、道教、ヨガ、 瞑想、神秘学、先生術、ニューエイジなどを扱う、精神世界の出版社。春秋社は仏教をはじめとする宗教書を中心に、哲学、思想、心理、文学などを扱う、精神世界の出版社。コスモスライブラリーは、仏教や、心理学、気候、錬金術などを扱う、精神世界の出版社である。2005年のクリシュナムルティとは、 誰だったのかには日本語文献の一覧が挙げられている。ありがとうございます。